レドオンダ島は、カリブ海にある無人の岩礁。アンティグア・バーブーダに属する。アンティグア島の南西5 0トルほどのところにあり、セントキッズネイビスとモントセラトの間に位置するが、モントセラトにやや近い。面積は、約1.3平方キロメートル。火山性の岩の小島で最高地点が305メートルで、島の周囲は険しい崖が多い。1493年に、 クリストファー・コロンブスによって発見され、サンタマリア・ラ・レドンダと命名された。レドンダとはスペイン語で、マリーという意味であり、円形の島に見えたことからの名であると言われる。以来、航海の目印として知られた島だったが、海岸が切り立っているため上陸するものは、稀だった。1869年に、イギリスがこの島の領有を宣言した。モントセラトから労働力を派遣して、 林鉱石の採掘、輸出が行われたが、第一次世界大戦で採掘を停止、ハリケーンで施設が破壊されたこともあり、以降は無人島となった。1981年、アンティング・ラバー・ブーダが独立するとその領土となった。レドンダ島レドンダ王国の旗1865年、アイルランド人の貿易商マシュー・ダウディシールが、まだどこの国にも属していなかったレドンダに上陸し、 一方的に王国樹立を宣言した。このレドンダ王国の王位は現在まで継承されている。1880年にマシュー・ダウディシールの15歳の息子がフェリペ王として退官した。1947年にフェリペが死去すると後継者に指名されていた詩人のジョン・ゴーズワースがファン一世として即位した。彼は1967年に 友人ジョン・ロバーツに王位を譲り退位したが、1970年に、不安一世が亡くなると、出版業者のジョン・ウィン・タイソンが、王位継承権を譲られたと主張し、そうでなくとも、根拠の薄いレドンダ王国はさらに混乱することになる。現在では、前者の流れを組むレオー、後者の系統である、ロバート王が互いに正当性を主張しており、その他にも、スペインの作家ハビエル・マリアスなど、 レドンダ国王を自称する者が数人いる。無人島であるにもかかわらず郵便切手が発行されている。しかし2015年現在、全世界の切手を網羅するスコットカタログやギボンズカタログには収録されておらず、ミッヘルカタログには整理番号が掲載されている。ありがとうございます。